ハタカとは、鈴木ズ鈴木亜ク・パーコイディの海分類群。およそ450種の魚が含まれ、鈴木亜クの中でも大きなトガの一つである。三つか四つの赤に分けられ、60以上の属と450種ほどが知られる。赤タ、マハタ、クエ、タマカイなどのいわゆるハタ類に加え、花台、桜台、布さらしなども含む、多種多様なグループである。熱帯から、 温帯の海に分布し、浅い海の岩礁やンゴ礁に多く生息するが、マングローブなどの寄水域に侵入する種類や、水深200メートル以上の深海に生息する種類も、いる。体の外見は赤によって大きく異なる。体の大きさも数センチメートルほどの花大類から2メートルを超える摩海まで変異に富んでいる。体色や模様も、種類や成長の度合いによって多彩である。 多くの種類が姿勢戦熟の性転換を行うことが知られている。若い個体はメスが多く、成熟して大型になった個体では、オスの割合が増える。すべての種類が肉食性で、他の魚類や甲殻類、糖足類などを捕食する。大型の旗類はサメ類と並ぶ有力な捕食者で、岩礁やサンゴ礁の食物連鎖で上位に立つ。多くの種類が、 食用に漁獲され、特にハタ類は高級食材として扱われるが、シガトキシンなどのシガテラ毒を体内に蓄積する、バラハタや大青の目ラなどもいるので注意が必要である。また、布皿種類は普通食用にされない。香港、広州では、ハタ類は、ウグイと総称され、主に虫魚や揚げ物などに加工されて食べられる。 近年は中国全土の大都市にも運ばれて消費されるようになったため養殖が盛んに行われている種もあるが養殖が難しい種もあり香港では絶滅を危惧して減少している種を食べないよう呼びかけが行われている。裸の魚のうち香港で最も珍重されるのはロ老ハンと称されるサラサハタで、ついで後ンすなわちキジハタ。 東星藩すなわち筋荒である。カはさらに花田やか、裸屋か、姫子田やか、布晒しやかに分けられるが、布晒しやかは、布晒しかとして、カと別に分類することもある。ここでは、角屋かの代表的な属と種類を挙げる。金魚花大スーダンサイアススキミピニス花だやかは、20属170種ほどが知られる。全長40センチメートルほどになる。 赤い鮭を除けば、ほとんどの種類が小魚で、全長15センチメートルを超える種類は少ない。体は赤、ピンク、紫、水色、黄色など、鮮やかに彩られている。サンゴ礁や岩礁に、群れで生息する。口は小さく、小型甲殻類や魚卵などの動物性プランクトンを、捕食する。美しい魚だが一般に飼育は難しい。なお、 カワリハナダイやシキシキマハナダイは、ハナダイアカの魚とよく似ているが、それぞれ鈴木木、鈴木ワリハナダイかシンファサーナドンティデイとシ四季島花だいか、カランシーデイで、ハナダイアカとは、分類が異なる。セルラヌス属セルニススクリバセルラヌスアカは、ヒメコダイアカともいい、13属75種ほどが知られる。大部分は、東、太平洋や大西洋に分布していて、 日本近海ではやや深い海の砂底底に、ヒメコ大族の魚が分布するのみである。ハタアカは、マハタアカともいい、いわゆる、ハタ類が分類される。26族190種ほどが知られる。口が大きく、下顎が上顎より前に突き出る。生魚の大きさは、全、単独で生活し、ほとんどの種類は、海底近くをあまり離れない。 食用や干賞用として利用される種類を多く含む。布さらし赤は布さらし化として別のトガに分類することもある。八族二十種ほどが知られる。体型は旗赤の魚によく似るが、全長は10から30センチメートルほどにしかならない。敵に襲われると皮膚からグラミスチンという毒を含んだ粘液を分泌して身を守る。この粘液は石鹸のように泡立つため、 この赤の魚を総称して、ソープフィッシュという英名もある。一般に食用にはされない。ライオプリパマティニー。ありがとうございます。